どう？哀れな老人をどうか救ってくれないか。誰？一体どうした、じいさん。目を奪われたって？そうだ、マンティコアにむさぼり食われた。伝説上の獣にか。首から上は女、体はライオンなんだ。そいつはすごいライオンだな。急げ、奴が戻る前に診療所のテラメネスのところへ行くんだ。対処法を知ってる。だいぶ行かれてるようだな。だが置き去りにするわけにもいかない。野草を摘みに行った。この辺りは野生動物が多い。弓は持ってないのか。弓でマンティコアに対抗を。獣なら弓で山ほど殺してきた。お前グリフィンか。サラウキだな。騒ぐなガレノス。俺だ、バイクだ。落ち着け。おい、バイク、診療所は近いか。だといいが。死ねろ、同じ。どう？治癒士のテラメネスか。そうだ、それはガルノスか。運命の女神よ、何があった。道端で見つけた。マンティコアに目を奪われたとか。正気も持ってかれたな。蜂蜜とコゴメグサはあるが、神殿の連中に希少なものを取られた。ここまで来たついでだ、何でも言ってくる。なんだと。これは驚きだ。一覧を渡そう。もっ、患者はどうだ。わけがわからん。痛みを抑えるまでまともな話は聞けないな。シルフィームが聞くはずだ。ローマの草か。シルフィームは我々の草だが、ローマ人のせいで絶滅しそうだ。ここから北の倉庫で加工している。厳重に警備されてるだろうな。君のようなものにはなんてことないだろう。これをテラメネスのところへ持って帰ろう。ディオクレスが恋人ならキュレネに立つ前に二人でベッドにしがりつけてやる。驚いたよ。さあ、友人を正気に戻そう。元からおかしなやつだがね。もしバラグレの森をうろつくマンティコーに出くわしたとしたら、頭を取ってこよう。それはいつでも歓迎するぞ。聞いた話じゃ毒針が一瞬で人を麻痺させるらしい。役に立ちそうだ。もちろん医療用だぞ。当然だ。それじゃあな、テラメネス。ではな、バエク。マンティコアには気をつけろ。
黒い土地を裏切らないぞ。俺は同じエジプト人だ、メジャイ。エジプトの安全のために頼む、逃がしてくれ。感謝します、神々の恵みを。誰があんたを？アポロドーロスか？俺はエジプトを裏切りはしない。アポロドーロスの部下か？ああ、彼の偵察活動の一端を担っている。キレナイカの雑草に潜むものだ。危険な状況だ。どこで漏れたかわからない。だが百人隊長はなぜか密偵の名簿を持っている。ああ、誰もが拷問に耐えられるわけじゃない。奴を見つけてくれ。情報を確かめるんだ。普段は見張り塔を巡回してる。エジプトのために。エジプトの自由のために。ローマのものか。警戒しよう。ここのローマ人は熱狂的で抑圧的だ。もう一人の密偵、カーティーか。ローマ軍の砦だ。彼を助けよう。本当に猫か？お前は？エシオクレス。仲間はみんなエシオって呼ぶよ。おう、エシオか。バイクだ。今のどうやったの？呪術？俺の仲間にも見せてやって。そしたら俺の故郷キュレネで一番の町を案内するよ。そんな申し出は断れないな。頼むぞエシオ。俺が仲間と案内するよ、バイク。仲間？
キュレネは俺の縄張りなんだ。大したものだな。浴場に行こう。みんな裸で歩き回って赤すりしたり油を塗り込んだりしてる。俺は髪が濡れるの嫌い。バイクは？俺はそれで髪を剃った。耳の後ろはもちろん洗うよな。まあね、建てたのは要塞から来たローマ人で、まあとにかく1万ドラクマかけて小さな石を床に敷き詰めたんだ。ただの洗い場にだよ。俺はさ、洗えって言わないお嫁さんをもらうんだ。そんなお嫁さんはなかなかいないぞ。弱虫たちは外れるってビクついてたけど、俺は信じてたよ。俺にも確信はなかったよ。それで次は？バイクはエジプト人？父さんがギリシャ人とは信じる神様が違うって言ってた。同じ神もいる。セラピスとかな。ああ、セラピスね。知ってるよ。俺が好きなのはギリシャの神アポロ。詩や音楽、ワインなんかが好きな神なんだ。でも俺が好きなのは弓矢で狩りをするところ。バイクは狩りは好き？あんなの見たことない。もちろん昔は息子と狩りをしてた。アポロ神殿から飛んでくれたら、アポロがオリンポスさんから見てて、わしみたいに俺に弓矢をくれるかも。そしたら俺もウサギを狩れる。それは見てみたいな。でしょ、アポロは最高なんだ。みんな見てるよ。見てられない。全部終わったら教えて。本当すごい。あんな勇気ある人他にいない。俺が見つけたんだ。これでアポロが褒美をくれるよ。やったーやったー。バイクおじさん、わけわかんないよ。よし、じゃあ次だ。最後にとっておきの挑戦を思いついた。一番難しいやつできそう？さあどうかな。できると思うか？バイクなら何だってできる。エシオの仲間でよかった。すごすぎるよ。俺が言うまで妹には内緒な。前はいつも一緒だったのに、今じゃ政務官のディオクレスってやつにベタ惚れだ。確かにこれはものすごい挑戦だな。ローマ人以外は登っちゃいけないんだ。でもバイクならこのくらい楽勝だよね。準備はいい？これがアクロポリスだよ。が見つかったら面倒だ。嘘つき。誕生日は先月でしょ。やめろやめろって。奴隷じゃないんだ。バイクは重要な人で大事な役目があるんだ。さよならバイク。私が大きくなったらお嫁さんにしてね。練習したらあんな風に飛べると思う？今日のことは忘れない。バイクを称えて正式にキュレネのハヤブサって名を送るよ。その名は大切にしよう。じゃあな、エシオ。いい子でいろよ。わかってるよ。約束はできないけど、また息子さんと狩りができるといいね。そうだな、エシオ。エベ、
Let's go.